どうもこんばんは、山口琴音です。よろしくお願いします。ね、あのタンボリンさんが久々、私とツーマンやるのは何年ぶりですか？2018年以来なんですね。コロナの前にね、はい、あのチャンボリーさんのお誕生日の時にやったんでしたね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、なのでちょっと私も5年ぶりぐらいですかね。5年ぶりですね。はい、じゃあ今日はあの2部はね、私あのシンガーソングライターとして、なかなか今ね結構ジャズのボーカルで歌うことも多くなってきたので、あんまりあのジャズ系が多くなった分、今日はなんだかオリジナル曲がやりたいと思って、勝手な思いを皆さんにぶつけてみたいと思うので、あの知らない曲たくさん作ったと思うんですけど、半分はねカバーだけ頑張りますので、ぜひ2部お付き合いください。では最初、私がですね、合言葉という曲のオリジナルソングがあるんですけど、それを今日はジャンボリーさんにお手伝いいただきながらやりたいと思います。さっき合わせたばっかりですね。そうですね。なんかわかんないけど、キーは D でみたいな、そういうなんかあるんですか、しきたりみたいのが。まあ、キーは D なんですけども、あのよくすずさんのラジオ番組でこの曲聴いてたのでですね、大体2週間に1回ぐらいこの曲がかかるので、僕の方法撮影の、ね、道を聴いてくださってる方は、あ、この曲かって思ってくださるかと思います。私も今日初めて1回弾きました。それでは2回目弾いてみたいと思います。聞いてください、合言葉。Darling
ぱりなんかあの私なんでこんな毎回ね通話汗かくんですよ。で今もちょっと言ったら雰囲気台無しになるかもしれないんですけど、ここにめちゃくちゃ汗かくんですよ。で汗をかかないために結構ね薄着をするしてるんですけど、やっぱり汗かきましたね。やっぱ皆さんのねエネルギーをいただいて今日も汗が出ております。拍手ありがとうございます。じゃあね、ここで2曲ぐらいは全然ビート感がない曲をやりたいと思うんですけど、ね、1曲、最初の曲はですね、私がみんなの歌でぜひ流れて、いつか流れてほしいなと思って、絵本みたいな曲を書きたいと思って作った曲です。聴いてください。柔らか月夜。
じゃあもっとズーンとする曲やってみますね。これが最高底辺だと思ってください。あんまりね、私もね、なんか暗い曲を作りたいっていうよりは、私の知り合いの、まあね、あんまりね曲について語ったりはしないんですけど、お子さんがね、いらっしゃって、それでまあ、学校ちょっと行きたくないなみたいなね、お話を聞いて、私もこう見えてね、実はね教員をやってたんですよ。そうなの、音楽のね。なのでまあなんかちょっと、まあ、無理しなくてもいいよっていう、そのまあね、変わってあげられない思いを曲にした曲を次に歌います。はい。
次はお待ちかねですね。私の人数はですね、ギタリスト VP 菊池さんに手伝っていただきながら、この後は進めていきたいと思います。みんなでお出迎え、いや、菊ちゃんとありがとうございます。あ、今日も多く回ってるやつ、くる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 と VP は何の略なんですか？バイスプレゼンテ。ああ、ビクトリーピースじゃないんですね。そうでしたか。まあ、あの副社長は副社長のままでね、菊池さんって言ってもいいんですけれども、いいですよって許可があれば。いいっすよ。はい、じゃあ、あのほら、今日初めてマイクなしです。あ、マイク、あ、それ使えるかな。いや、そっちじゃなくて。あ、そっちじゃないね。あ、じゃあ、こっちで、あ、じゃあ、たくみ斎藤のやつで。あの、副社長、副社長って言いますと、どんな会社の副社長だったんですか？ここがね、こういう関係なのかな。初めての方が半分ぐらいいらっしゃるんで、あの、説明しておきますと、あの、某大手の会社の副社長さん。もう大手で、皆さんのうちに200個か300個は必ずあるそんなに。あの回るもんだったらほとんど、だコンピューター持ってるとピンポンコマ、いや違う、モーターですね。モーターの部品で最初始まったんですけど、今はあの車だと世界中の車、ベンツから始まるトヨタ、日産、全ての会社に入ってますね。で、いろんな部品で入ってるんですよ、構造部品とか。そうです。ですからここのお店にも必ず100個ぐらいは、あ、これも入ってます、はい、これも入ってます。これは投資できるんですか？これはもうだって動いてるものはもう使ってます。副社長レベルになるとすごいですね。これあの時間がどんどん落ちていっちゃうんですけど、まあ、そんな会社で、副社長やってたんです。でももう疲れたんでね、あの変な役員ばっかりいるんでねいたらどうするんですか。でもその会社をね、私の親父が作った会社なんで何とも言えないんですけど、まあでもそれでおかげさまで無事終わりだ。はい、じゃあ続きます。ありがとうございました。はい、じゃあ続きはウェブで、はい、じゃあオーバーザレインボーからいきたいと思います。ありがとうございます。カバーはこれしかないですね。行きましょう。はい、どうぞ。うん、ってやられて倒れるんじゃないかと思ってね、心配してください。後ろから見てて私がそっと行けばいいかななんて思ってましたけど良いでしょうか。じゃあ2度目
と次は、あ、そうだ、私のオリジナルソングに戻ります。で、私はね、雨があんまり好きじゃないんですよ。皆さん梅雨時期最高みたいな方いらっしゃいますか？ここの最高とまでは言わなくても、しっとり雨の日も好きって言えるみたいな方いらっしゃいます？あれ、そうなんだ。あ、遠慮してる。ありがとうございます。そうかそうか、私は皆さんと一緒でですね、雨の日最高ってなかなか言えないので、雨の日もいいなって思えるように作った曲が次のテトラトという曲です。No.
ありがとうございます。続いては皆さんにちょっとご協力いただきながらですね、景気よく行きたい曲ではあるんですけど、皆さんの音楽の授業以来かもしれないんですが、テストではないので大丈夫です。こういうね、トン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 を叩き続けるというゲームです。なのでそのトントントンが皆さんですね揃っていただけると、私たちもよいしょと盛り上がってまいりますので、最初ね、流れ構成を説明しますね。まずは私弾かないで、副社長のギターの演奏があります。そしたらトントントンが私と一緒に出ていただくので、なんかなんとなく出そびれた人は途中からぬるっとトントントンに参加していただければ大丈夫です。そのままやり続ける音楽です。じゃあ行ってみましょう。
さみでした。ありがとうございます。じゃあ次回のステージから皆さんも必ず参加をお願いします。ライブでお待ちしてます。ということで次でラストですね、私たちね。はい、いや玉のような鼻の下の汗っていうね、もう本当に。じゃあ次がですね、私が今日も行ってきたんですけど、ちょっとねご褒美的に行くロイヤルホストさんというね、レストランですか、ファミリーレストランですか、まあ、ちっちゃい頃山口家はファミリーレストランでロイヤルホストさん何回には連れて行ってもらえなかったですけれども、そこで食べた、オニオンスープが美味しくてできた曲です。聴いてください、オニオンスープ。Yeah.